各選手位置取りが決まってからは動きがありません。人気の中心が2番車の中村、対抗格で1番車の塩田です。さあこの辺りは車番順、青番周回から赤番周回に入ったところ、先頭変わらず1番の塩田、2番手変わらず2番車の中村です。そして3番の佐藤がいて4番の岩田、さあ最後方から大谷、そしてその前から5番の森内、まずは地元勢が動いてまいりました。5番の森内が2番手まで上がってまいりまして、先頭変わらず1番の塩田2番手を主張して、5番の森内、3番手が6番の大谷となって、さあ3番の佐藤が切り替えるようにして4番手、これで人気の中心2番の中村の位置が5番手付近となりました。ただ前は1番の塩田流すような感じ、スローペースとなっています。さあそして後方からここで2番の中村が縦に踏んでまいりました。残り400を切って1コーナーに向かうところ、先頭2番の中村に代わってこの後ろは3番の佐藤がマークにつけています。そして3番手1番の塩田が入って、この後ろが4番の岩田、そして5番の森内と6番の大谷、地元勢は後方展開となっている。飛ばす2番の中村、2番手には3番の佐藤、3番手には1番の塩田がついていって、4コーナーを回ってくる。先頭が2番の中村、中村先頭で踏ん張ったか。